一つはですね、今の不況を打開するということが大事だと思います。消費税のこの増税が今行われようとしています。この消費税増税はこの落ち込んだデフレ不況の中でこうしたことが行われれば、もう暮らしと営業に与える影響は本当にひどいことになると思います。かつて 3% から 5% に上げた時に、復活しかけた景気が大きく後退をしました。ですから今度はその時以上の大幅な値上げになるわけです。中小企業の皆さん、営業されている商店の皆さん、そして家庭の国民の暮らし、ここに一番大きな負担がかかってくることになります。この消費税の増税はこの不況打開の点から見ても絶対に増税をさせてはなりません。私たちはこの消費税増税中止へ全力を挙げて頑張ります。そして次の国会、選挙の後の国会で日本共産党が消費税の増税中止法案を国会に提出します。この成立ができるようにこの選挙で頑張って増税中止を実現するために全力を挙げて頑張りたいと思います。よく言われるんですが、消費税の増税はやむを得ないだろうと、財源がないから仕方がないんじゃないかと思っていらっしゃる方もいると思います。しかし消費税増税では税収は増えるどころかますます減ってしまいます。社会保障の財源もますますこれで縮められることになります。私たちはこの消費税増税をしなくても、やはり大型公共事業の無駄遣いですね、これをやはりやめさせること、そして税金の取り方ですね、これはやはり所得が1億円を超えるような富裕層、また大企業、この減税されている状況もあります。これをやめさせて、やはりそういう負担能力のあるところにはそれにふさわしく税金を納めてもらうような、そういう改革を進めていきたいと思っています。このデフレ不況の打開と関連しますけれども、やはり国民の消費を力を増やすということです。大企業が溜め込んでいる内部留保260兆円もありますけれど、働く皆さんの賃上げや中小業者の皆さんにも仕事を回す、そうした改革を通じてですね、経済の回復を図っていくようにしたいと思います。また香川県は農業県でもあります。 TPP の絶対阻止して、日本の農業と食の安全、そして国民皆保険制度を守っていきたいと思っております。そのために頑張ります。よろしくお願いします。